問題 1, 1問題1では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。 一番。お父さんと女の子が話しています。二人はこれからどこへ行きますかお父さん、海に行きたいよ。海もう十一時だよ。海は遠いから今日はちょっと。図書館はどう図書館は昨日行ったよ。じゃあ、公園は うん、行く2人はこれからどこへ行きますか 2>, 2番。 男の人と女の人が話しています。二人は明日、どうしますかじゃあ、明日、よろしくお願いします。はい。十時に駅ですね。ええ、そうです。私はうちから駅へ行きますが、佐藤さんはどうしますか私はうちから会社へ行きます。 それから駅へ行きます。二人は下。どうしますか。三番。 医者と女の人が走っています。女の人はどうしますか風ですね。今日はお風呂に入らないでください。それから明日は仕事を休んでゆっくり寝てください。わかりました。あの、土曜日に会社の旅行がありますが。 それは大丈夫ですよ女の人はどうしますか4番先生が話しています 学生は教室を出てからどうしますか授業が終わった後もこの教室を使いたい人はどうぞ使ってください。でも今から話すことをよく聞いてください。教室を出る前に電気を消してください。それから教室の鍵は私が持っていますから 私を呼んでください。私が会を閉めます。学生は教室を出てからどうしますか 問題2問題2では、はじめ質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。 一番男の人と女の人が話しています。男の人が一番好きな写真はどれですかそれ、旅行の写真ですかいいですね。どこへ行きましたか沖縄です。海がとても綺麗でしたよ。これは海の中ですか本当に綺麗ですね。 ええ。それから、これは海の近くで撮りました。私、この写真が一番好きです。海と空が青くて、赤い花もあって、とても綺麗な写真ですね。ありがとうございます。あ、これは沖縄の料理ですね。食べたくなりますね。私は、 この写真が一番好きだな。男の人が一番好きな写真はどれですか。二番。 女の人と男の人が話しています男の人は何をしますか明日はパーティーですねはい何か私がすることはありますかそうですね料理は伊藤さんたちに頼みました飲み物は鈴木さんたちが買いますそうですか 椅子やテーブルはどうしますか明日みんなで並べます。あ、花がありませんね。花ですか。ええ、花を買ってください。今日か明日お願いします。わかりました。男の人は何をしますか 3番学生と女の人が話しています。学生はいつテストをしますかすみません。日本語のクラスで勉強したいです。それではこの紙にお名前と電話番号を書いてください。クラスは来週の月曜日からです。その前にテストをしてください。 来週の月曜日にテストをしますかいえ、今週中にテストをしてください。今日テストができますか今日はテストがありません。明日は何人かの学生がテストをします。明日ですね。わかりました。学生はいつテストをしますか 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいもの一つ選んでください。 1>, 1番、これからご飯を食べます。何と言いますか ?1、1> いただきます。2、ごちそうさまでした。3>, 3、お願いします。 2>, 2番、本を取りたいです。何と言いますか ?1、1> あの本、何ですか 2>, ?2、あの本、取ってください。3、あの本、どうですか 3番、バスに乗りたいです。何と言いますか 1>, ?1、バス、早く来ないかな ?2、2> 早く早く。3、ちょっと待って。 問題4問題4は絵などがありません文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください<番>日曜日何をしますか 1, 1どうもありがとうございます。2, 2そうですね。まだわかりません。3勉強をしません。2>, 2番綺麗なシャツですね。1 そうです。シャツが欲しいです。2>, 2。そうですかどこのお店のですか ?3。ありがとうございます。母からのプレゼントです。3番。これは、あなたのですか 一、はい、あなたのです。二、はい、そうです。三、いえ、私のです。